あれやった。高岡市のマクドナルドにやってきました。ここでランチです。マックに入るのは何年ぶり？なぜか Wi-Fi 私つながらなくてですね、で楽天モバイルの電波も入らなくてモバイルオーダーができず、でコード払いをしようとしたらそれも立ち上がらずみたいな、もうトラブル続きでほとほと疲れまして、はい、ダブルチーズバーガーにしました。はい、非常に機嫌が悪くなってます。パーキングエリアで休憩します。トイレ休憩ですね。三条のスノーピーク本社にやってきました。ここはスノーピークの本社であると同時にキャンプ場にもなってます。最近温浴施設もできたというお話です。でこれがショップらしいですね。でそこがキャンプ場ですね。行ってみようや。おテント張ってますよ。でこれは多分デモンストレーション用のやつでしょうけど、あれは本当に泊まってる人のテントでしょうね。あ、フリードが泊まってるし、あれもフリードじゃん、あの2台プラスっぽいね。クローバーがたくさん咲いてますね。はい、はい、立ち入りは禁止ということですね。そっちの方行こうよ、うん、あれなんやろうね、うん、あの建物こっち買ってもこっちも同じように入れないんだからね。後でね、まずショップ行こうよ。やってきました。多分これが本社でしょうね。でこっち側がショップのようですので、ショップの方入ってみましょう。はい、11周年だそうですよ。さすがにすごく揃ってるわ。ショップにあるお手洗いをお借りしました。最新型でとっても綺麗です。そしてこのトイレにはですねシャワーがありまして、キャンプ場を使ってる人は無料だそうです。はい、綺麗そうですよね。はい、2つありました。出てきました。おばあが料金で白目を向いております。はい。
これが料金表でして、ビラはなんと1泊2食付きで22万円でした。で、重箱でさえ素泊まりで22,000円、びっくらぽんです。はい、貧乏人には縁のない場所でした。では先行きましょう。もうあそこも入れんわけ